宮本康明2月26日隊は、日本の法学者、弁護士、専門は警法、元東京経済大学現代法学部教授、元裁判官、姫シャラ、法律事務所所属、満州国父春出身、司法収集の同期には、後に最高裁判所長官に就任した町田健がいる、東京経済大学では、 刑事法の教員としていくつかの講義と演習科目を持った。同大現代法学部では必修科目として裁判制度の概要を学習する裁判傍聴演習という科目があり、講義の中では毎年下記の宮本判事保事件が紹介された。宮本が出演している日独裁判官物語という映像の上映も毎年恒例となっている。 1971年、熊本地裁判事保であった宮本の再任を最高裁が拒否した事件。昭和46年9月8日付異議申し立てを、却下裁判官の任期は、日本国憲法第80条の規定により、10年となっていて、10年の任期満了ごとに内閣によって再任されるかどうか判断される。最高裁は再任拒否の理由を、 人事上の機密として発表していないが、宮本は青年法律家協会に所属していて、そのために再任を拒否されたと言われている。また、矢口光一元最高裁長官は、三栗明東大教授らの聞き取りに対して、この再任拒否事件の背景に、裁判所内の派閥闘,闘争があり、宮本がたまたまその標的にされたと証言したと言われている P176。 ありがとうございます。